フライトオブドリームズは、ボーイング787型旅客機の展示を主体とした複合商業施設である。中部国際空港に併設されている。ボーイング787型機の部品のうち35%は、日本の三菱重工業や川崎重工業、スバルが製造しており、完成部品は、 中部国際空港よりボーイング747から400型機を改造したボーイングドリームリフターでシアトルにあるボーイングエバレット工場まで空輸されている。ボーイング787の初号機であるザレレイ1が展示されている。ボーイングエバレット工場にて製造され2009年12月15日に初飛行した。各種飛行試験を終えた後2015年7月7日 ボーイング社から中部国際空港に寄贈された。2017年12月、機体が中機場から展示施設内まで一般道路を横断して移動された。2021年2月22日、フライトパークの有料営業が2021年3月末をもって終了すると発表された。終了するコンテンツは、フライウィズ787ドリームライナー、奏でる。 紙飛行機場、ボーイングファクトリー、お絵かき、飛行機、エアラインスタジオ。787初号機のコックピット展示、シアトル航空博物館ワークショップ、フライトシミュレーターは存続する予定。再開時期は未定で、今後は気軽に楽しめる施設に生まれ変わる予定。ボーイング社の工場があるシアトルをテーマにした、商業施設である。シアトルに本社があるスターバックス。 EN, ビーチャー、S ハンドメイドチーズなどの飲食店、小売店がある。ボーイングストアは、ボーイング社のオリジナルグッズを販売する店舗である。日本初出店となった。ありがとうございます。